東戸塚は神奈川県横浜市戸塚区の北東部東戸塚駅周辺の繁昌地名である。元は山林であったが1980年の新駅開業を機に商業住宅地区として発展した。東戸塚は町長の名称としては存在せず、戸塚区前、田町、秋葉町、名瀬町、瀬町川上町、品野町,町、平戸町、城本のの各一部が 開発地域に相当する。横浜市都市整備局では、品野町の一部の59.2ヘクタールを東戸塚駅東側地区、川上町の一部の10.1ヘクタールを東戸塚西地区地区計画と定めている。一体の開発事業に際して、東戸塚前田、秋葉土地区画整理組合、東、戸塚なぜ下土地区画整理組合、東、 戸塚カ調査区土地区画整理事業、東、戸塚カ品農中央土地区画整理組合、東戸塚カ制土地区画整理組合、東戸塚カ条本農土地区画整理組合の土地区画整理事業が行われた。東戸塚カ駅は1980年に横須賀線の駅として開業し、2001年より湘南新宿ラインが運行開始した。所要時間は横浜駅へ約8分。 東京駅へ約39分、新宿駅へ約42分で運行している。バスターミナルは東戸塚駅の東口、西口の双方にあり、神奈川中央交通、横浜市へバス、相鉄バスが乗り入れる。路線バスは東口から、小戸ヶ谷駅経由横浜駅西口、競り形に、または南高校経由上大岡駅、上長屋駅、緑園都市駅、 弥生大駅、戸塚駅、舞岡方面、平和大折返し場などが運行され、2015年4月からは、羽田空港行きのリムジンバスが開設された。西口からは、佐根山経由二俣川駅、横浜新道経由星川ランプ方面に行き、川上団地域などが運行されている。幹線道路は、町の東部を南北に、市道環状2号線、南部を東西に、 県道や良い大桜木町線が通り、さらにその南方には国道1号が通る。北西部を走る横浜新道には、東戸塚駅西口近くに川上インターチェンジが開設されている。東海道本線ほどがや駅と戸塚駅の間は約9キロメートル離れており、明治時代より駅の誘致運動が行われていた。百二十三年にはおおむね現在の東、 戸塚駅に相当する位置に、武蔵駅の設置が決定したが、同年9月1日に発生した、関東大震災により実現しなかった。1963年、元官僚の福原正次郎のもとに、この一帯の土地を売却したいという地主が現れた。横浜市等との協議により、民間主導の土地区画整理事業方式で、住宅や商業施設、 幹線道路の建設が行われることになった。1965年、東都塚総合開発計画のマスタープランが策定された。工事は、前田、秋葉地区より着工し、調査区、なぜした、品、農中央、西地区と順次進められた。品、農中央地区は、この開発計画の中心にあたるエリアであるが、強硬な反対派と衝突寸前の一幕もあった。 この地区は残土の排出量が多く、ダンプカー専用の仮設橋を仮設するなどの対応が取られた。工事が完了したのは東戸塚駅開業当日、1980年10月1日の早朝であった。1981年9月にはマンション群入室東戸塚機構。翌1982年6月にはマンション第1号となる。 入式東と塚南の町5号館の入居が開始した。横浜新道を挟んで、北西側の常盆農地区は、市街化区域と市街化調整区域の線引きの際に、将来開発が可能なように保留とされた。学園の誘致などが検討されたが、突区内に事業所を有する、日立グループの日立製作所ソフトウェア部門、日立ソフトウェアエンジニアリング、 日立電子サービスの3社の進出が決まった。しかしバブル崩壊により、日立グループが撤退し、開発は大きく遅れることとなった。東都塚駅東口と環状2号線との間の商業施設、オーロラシティは、当初は1983年の完成を予定していたが、自動車でのアクセスとなる環状2号線の完成を待ったため、開業は1999年にずれ込んだ。 1989年に伊勢崎町に本店を置く大手書店、有林堂の営業本部が東戸塚駅西口に開設。1991年1月に新市服、チェーン、小中の本社ビルが東戸塚駅東口に竣工、同年3月には同ビルに東戸塚層本店が開業した。1992年7月に完成した第一。 生命保険東戸塚教育センター新館は1994年に第35回 BCS 賞を受賞している。東戸塚駅東口には1999年に西部百貨店東戸塚店と大英東戸塚店を各テナントとするオーロラシティが開業した。ペデストリアンデッキで駅に直結している。2016年3月に大英東 戸塚カ店は、イオンスタイルに、西武東、戸塚カ店は2020年に、全館テナント型の、西武東戸塚カショッピングセンターにそれぞれ、業体転換した。東戸塚カ駅西口には、1998年に、生活共同組合コープ神奈川を、キーテナントとする東戸塚カ西口プラザ。2009年3月には、東急ストアを、キーテナントとし、FM、戸塚カの本社。 スタジオが入るモレラ東、戸塚岡総部に有する超高層マンション、ベリスタタワー東戸塚が竣工した。町の開発に携わった新一グループも、ベリスタタワー内に本社を置く。東戸塚駅周辺には品野小学校、東品野小学校、川上北小学校、平戸小学校の私立小学校があり、中学校は、平戸中学校、秋葉中学校、 前田中学校の校区となる。常盆の内区には文城マンション、ホートンヒルズのほか、2015年に湘南医療大学が開校した。新一開発工業株式会社まちづくり編集室、民間活力で生まれた町東突塚2010年4月19日。ありがとうございます。